こんにちは、マヤ暦鑑定士のマヤユキです。マヤ暦には20の紋章があります。私たちは生まれた日のエネルギーに大きく支配されています。自分の紋章通りに来てシンクロを起こして幸運体質になっていきたいですね。今日は赤い蛇について解説します。赤い蛇の特徴、情熱への熱量と生命力はどの紋章よりも強く、強烈なエネルギーの持ち主です。赤い蛇は正直でまっすぐな人で嘘が大嫌いです。真実を暴く力があり、本質をついてきます。赤い蛇の持つパワーは無限です。好き嫌いの区別がはっきりしていて、嫌なものは嫌、好きなものはとことん好きという紋章です。自分の意見をきちんと伝えることができて物おじしません。心の奥にしまっておいて言いたいことを言えない場合には非常にストレスがたまります。好きなことには情熱的で、目標を達成するための努力は怠りません。最後までやり抜く人です。強い執念、執着を持ち、赤い蛇が物事を成し遂げるにはその執念こそがとても大切なのです。とことんやり抜く力は勉強面での賢さや運動能力として発揮される場合も多くあります。赤い蛇はとても神経を使う紋章です。赤い蛇という名の通り、神経を張り巡らせています。一歩家から出るとくまなく神経を張り巡らせ、すべてにおいて気遣い、そして全力で生きています。その張り詰めた神経とは、自分を守る防御本能のようなものであり、人の輪の中へと入っていく際もゆっくりと時間をかけて溶け込んでいく傾向があります。外では一生懸命頑張るため、家では誰の目も気にせずにゆっくりとダラダラしたい、ずっと眠っていたいという思いが強いです。一人でゆっくりする時間を持ち、心を休ませる時間を大切にしましょう。赤い蛇の方はとてもパワフルな印象を持たれますが、その一方、自宅へ帰ると一気にどっと疲れが出て、やる気がなくなったかのように眠り果てます。ゆっくり寝る時間を取れない場合、エネルギーが減り、バランスが取れなくなってしまいます。家で寝すぎるからと自分を責める方も中にはいらっしゃいますが、持って生まれたものですので、ゆっくり過ごす時間を一日の中に取り入れていきましょう。パワフルで情熱的な赤い蛇は感情の自己コントロールがとても大切です。自分で感情をコントロールし、相手へと欲求を向けるのではなく、自分自身を振り返ることが大切です。周りに思いっきり愚痴を聞いてくれる理解者を持つことで心の平和が保たれます。理解者を持つことが非常に重要です。赤い蛇の人に向いている仕事、経営者、起業家、保護性の営業、スポーツ選手、検事、警察官、政治家、医者、社会活動家、起業家、情熱と本能を活かせる仕事や正義感を活かせる仕事がおすすめです。積極的に人と関わったり、活発に行動できる営業職、接客業、サービス業が向いています。高い目標設定をすると、エネルギーが湧き上がり、困難な状態であればあるほど乗り越えるパワーが湧いてくる紋章です。正義感が強いので、誰かのために頑張ろうと覚悟が決まると夢中で頑張ります。金銭感覚にも優れ、経済的にもしっかりしています。直感や魂の声に従って、ワクワクを感じられる情熱を傾けられる仕事を選びましょう。赤い蛇の人の健康法。赤い蛇は人目がいつも気になっているので、外では神経をすり減らして生活しています。ですから心と体を休めるような、リラックスしてダラダラできる日を大切にしましょう。心と体を休めることが赤い蛇の最高のリラックス方法です。赤い蛇の覚醒ポイント、直感を磨くこと、自分の体の状態をしっかり把握すること、感情の自己コントロールを学ぶ、執着心を手放すこと。
赤い蛇の子供の育て方。赤い蛇の子供はスキンシップが大好き。赤い蛇の子供は親に構ってもらったり、体を触られることで愛情を十分に感じることができます。いっぱい抱きしめて、いっぱいベタベタしてあげてください。他の紋章の子供だと嫌がるようなスキンシップも、赤い蛇の子供は喜びを感じます。もともと人気者の星を持っています。周りから放っておかれると愛されていないと感じてしまいがちです。自分のことを見ていてほしいと強く思っていますので、赤い蛇の子供には激しいほどの愛情表現を表して大好きであることを伝えてあげてください。